はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーというわけですね、さあやってまいりました。めちゃくちゃ楽しみということで、今回ですね、NiziU のまこちゃんがなんと孫悟空を、セブンティーン先輩の孫悟空を踊っていらっしゃるというところで駆けつけてまいりました。見ていきたいと思います。収録ボタンはファイということで、一番最初は著作権の関係があるのと、はこちらに聞かせていただいて、見終わった後にですね、ちょっと速度を落としながら音が少し聞こえるような状態でダンスについてもお話をしていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。実力者まこちゃんのスーパーが見れるということで行ってみたいと思います。もうめちゃくちゃご連絡いただいているというところでございますので、ありがとうございます。楽しみでございます。行ってみましょう。レッツラーゴッツ。タタタタタタラララララララ、うおー、やば、おおー、アロマイツイン、アロマイク、おー、うわ、すごい、ふぅー、すごい、すごい、めちゃくちゃうまいですし、なんならちょっと長くない？全部やってくださってる、すごーい。ちょっともう一回見ていいですか。すいません、もう一回貸してください。タタタタタラタ、あああタタタタタン、ウォー、ああ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 あ、タラタラ、おーウォー、やばい！やばい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 。めちゃくちゃすごいっす。すごいです。ちょっと。わお！感動です。私ちょっと。わー、すごいわー。やっぱり、よくし、まこちゃん。手巻きだ。すごいわー。このスーパーっていう楽曲、まあ、孫悟空めちゃくちゃダンス難しいと思うんですよ。てかめちゃくちゃ難しいんですよ。それをよくぞここまで、これでも韓国で踊ってらっしゃるのかな、この表情がスッて変わるところとかね、でこの指を置いてタカタって足で取るところ、もうこの体の頭からこう入っていくこのしならせ方というか、うわ、めちゃくちゃ深いですよね。乗りたい、前に行きたいっていう、そのもう体がうわーって前にのめりそうところを、まず頭からグッて入ってってから遅れて、この体をいかに遅らせられるかっていう、このとりわけこの首から下の部分ですね、ここをグッていってから待たせてからグッて入っていくので、この深みっていうのがすごくこう強く見えてくるっていう、そこのため感っていうのがやっぱりめちゃくちゃポイントだなというふうに思いまして、そこでいかにためられるかで、そのダンスのため感も出てくるんですよね。ダンスでどのぐらいためられますかっていう、その踊るときにっていうのがすっごい深いですね。まこちゃん素晴らしい。ドン、うわ、うーん、でここら辺とかの手のこの置き方と固定とトン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 の部分、この振り付けとかめちゃくちゃなんでしょうね、一般的なダンスの踊り方ではもうないんですよね。そのぐらいすごい奥の方で踊っていくというか、あ、こういう振り付けってあるんだっていうぐらいの新しい踊り方なので、新しい踊り方ってかっこよく踊るのが難しいんですよ。前例がないので、あ、こういう感じかなとかってイメージがないので、要するに踊っていく人々のかっこいいと思うんですよね、この角度ならとこの踊り方ならっていう、そういうところとのすり合わせがあるのかなって。もちろんそのお手本としてセブンティーン先輩たちはいらっしゃるんですけれども、自分の体でそれをやったことがないと、そこのカチッとハマっていく具合を探すのがやっぱり大変というか、っていうところをちゃんとこれ、まこちゃん見つけていらっしゃるんですよね。あ、ここの、この振りの踊りってこう来て、こういう風に踊っ
ってった時のこのシルエットとこのちょっとした角度感がかっこいいんだって一回分かってから踊ってらっしゃるから、ここかっこいいんですよね。ちょっと顎を上げるタイミングとか、この右の肩がちょっと上がってるタイミングとか、めちゃくちゃ細かいところを今僕は言ってるんですけれども、でもそのぐらい細かいところをぜひともちょっとお伝えしたいぐらいすごい細かいんですよ。で、この手元のところやって下一回取るじゃないですか。その後にフォーカス、目線を左手側に持ってきて、一旦こっちに意識持ちつつ体は右側に移動してますよね。で、そこから大きく乗っていく、乗っていく。やばくないですか？その空間の使い方、右側行ってから左側がもう足が動いていて、こういう風に動いてって真ん中で来てからの乗っていくところで、今の手元とか、タッタッタラ、ラララララ部分のこの手元のニュアンスと、この頭から腰にかけてのウェーブの通し方みたいなところの、この質感というかニュアンスというか、でこのあたりってすごい僕むずーって思うんですよ。それはなぜかと言いますと、ここってテッテレテッテレテって風にこう前に当てながら乗ってってるところから、ニュアンスを上からこうウェーブを通すって、少しこうゆらっとさせた方向に少しこう、なんでしょうね。当てて、当てて、通して、細かく乗ってって、位置、タタタタタって変えて、止まって、みたいな、ニュアンスの変化っていうものがすごいんですよ。なんかずっと、当てて、当てて、止まって、なんとかして、なんとかしてっていうよりかも、いろんなその踊り方要素が、もう次々にやってくるので、で、その一つ一つのクオリティ、完成度みたいなものをちゃんとこう、クリアしていきながら踊っていく。しかもそれがぶつ切りになるのではなく、ちゃんと流れに沿って踊っていきながら、各項目をちゃんと綺麗にこう踊っていくっていう、本当に優秀すぎる踊り方というか、スキルの部分で見ただけでも。ただ、それがこう、技術面だけじゃなくて、普通にシンプルに作品として、ダンスとして、この踊り方がやっぱりかっこいいじゃないですか。普通にまこちゃんのダンスとして見たときにめちゃめちゃかっこいいっていう、これですよね。自分のものになってるんですよね、やっぱり。ダンスが。この難しいダンスを。くおこのあたりとか片足じゃないですか。ここ。トゥチャラチャってここずっと足がこう上がってきてる状態で左の肩にドンドンドンって当てていくっていう、片足立ちになった状態でそのふらつくことなくちゃんとこのバウンスを取り入れながら強いアクセントを入れていくことがいかに難しいかっていう、いやーすごい一個一個のなんでしょうね、やっぱり完成度、クオリティ、アクセントの強さっていうところで、あともう一個、まこちゃんのダンス、かっこいいって多分絶対皆さん思うと思うんですよ。なんでかというと、まこちゃんって、ボーイズダンスの踊り方がすごく上手いんですよ。ガールズグループさんの踊り方もできるし、ボーイズグループさんの踊り方もできていて、その大きな違いって何かっていうと、こういうところの膝の外向きのこの膝の使い方、足のワイドなスタンスっていうのがすごくいつも大きいんですよ。で、やっぱりその下半身とか体幹が強いので、足のスタンスが広かったりとか、膝をこう外に張って踊るっていうようなところが強く取れるんですよね。で、あとはこの肘をくって張っていくところとか、基本的には男性の、ボーイズグループさんのダンスの特徴、男性らしく踊るの特徴は、肘、膝を外っていうところになります。で、ガールズグループさんとしてかというと、それが逆向きになります。肘が内側、膝が内側、なるべく体のラインに沿わせて、手をつけていったりとか、肩をこう後ろにキュッて引いていったりとか、男性の場合は肩がちょっと前に出てくっていう風な踊り方にもなってるので、ここをまこちゃん見ていただくと結構前に出てるじゃないですかっていう、その、そもそものポイントもめちゃくちゃちゃんと掴んでるっていうところがあるので、まこちゃんにおそらく踊れないダンスはないんだろうなっていう風に本当に思いますね。まこちゃんですね。天下のまこちゃんですね。で、このあたりとかの顔の入れ方とか、このグルーヴ感とかもそうなんですけど、やっぱり首元で音楽を感じていくっていうところのノリ感があるので、このあたりとかもかな？結構首がちょっと揺れるとかあるじゃないですか。この次のアロンマイチーム、アロンマイクルーのところに入っていく前に首が揺れていくところとか、ちゃんと次のそのシーンに向けた、グルーヴ感というか、ノリというか切り替えみたいなのを首元でサクッて入れてくるところとか、
いやーすごい。ななななななこのあたりとかって手元のこの張り方、美しさ、肩のラインからこの腕のラインにかけてがちゃんと高い位置にあるよねとか、でその時に足元もちゃんとしっかり地面踏みしめてますよねとか、なんだけれどもめちゃくちゃ楽しそうに笑顔で踊ってらっしゃるっていう、アロンマイツイープ、アロンマイクルーの部分の、例えばこの足の使い方とか、この外に蹴り上げていくところ、蹴り上げていくところ、この2ポイントここまで大きく、しかもこれコンクリート、アスファルトじゃないですか、絶対に踊りやすくはないですね。はい。この乗り感、はぁ、足のこのスタンス、肘の角度、表情の反らし方。うまーい。いやーでもこういう着地の部分軽やかなのね。やばい、すっごいお上手ですし、本当にいいダンスをされる方っていう、僕のこの顔見てください。もうまこちゃんのダンスを見れたことが嬉しくてもう笑顔になってるっていう、いやすごいわ本当に。なんかこれから韓国がこう拠点となって活動されていくっていうところになりまして、そういう中でのやっぱりまこちゃんのこのダンススキル、あとはその表現力っていうのは、二重ちゃんたちの中のその一つのこう見せポイントとして、まこちゃんのこのなんでしょうね、ダンスの素晴らしさっていうものが韓国のファンの方たちにも伝わるといいなっていうふうに思うところでございますかね。これぜひちょっとこれを見たなんでしょう、星くんとかね、うじくんとかと踊ってほしいなっていう風に思いますよね。それこそセブチのねリーダーと一緒に踊っていただくとか、何かそういうコラボとかもねあったら嬉しいななんていう風に思うところでございます。もしかしたらこれファンの方たちが見てくださいって言ったら見てくださるかもしれないですかね。というところで、そういうコラボも期待してというところになります。リオちゃんのも見たいですよね。ということで現場から以上でございます。ありがとうございました。にわひょっせい。